さて、今日もトラウマの患者を治しに行きますか。ということで、ネバーマインドの実況プレイ始めていきましょう。こんじゃーす。ということで、前回はシミュレーションだったんだよね。ヘンデルとグレーデルの話っていうのは。だから今回からが本番ですよ。ということで、クライアントの選択で、251、担当医師レトルト。母が亡くなって以降、視線恐怖症の症状が悪化。過去のトラウマを意識して思い出すことができない。これを、今回解いていくわけだ。さて、視線恐怖症ってなんでなったんだろうね。まあ、それが今から分かっていくわけだけど、まあ、あくまで俺の予想だけど、なんか大人たちの目とか、そういうものが嫌だったんじゃないかな。さあ、カプセルコーポレーションの、重力の部屋に入り、さあ、本番開始。まあ、見事解いてみせますよ。さあ、ここから怖くなるなんていうコメントもありましたね。まあ、大丈夫でしょう。ああ、何から話せばいいのか。何でもいいですか。わかりました。女の人なんだね。そうですね。私は20年間不動産業者として働いています。ここから30分ほどしか離れてない小さな大学を卒業しました。結婚はしていません。兄弟や姉妹もいません。天涯孤独なんだな。好きなのは猫ですね。ふふよかったね。教会は嫌いです。バカバカしい。多分私は一人でいる方が好きなタイプなんだと思います。人目が気になって仕方ないんです。特に最近は視線恐怖症だからな。数年前に母が亡くなる前までは、なんというか私は至って普通だったんですけど、その時からバランスが崩れ出して、バランスが崩れた。周りから見られてるように感じたことはないですか。部屋に入っていったらみんなが何かを知っていて、でも誰も、なんていうか周りに人がいるのが嫌なんです。罪悪感や怒りを感じることもあります。子供の頃はとても幸せでした。父は私がまだ小さい頃に亡くなりました。母は交通事故のせいだと言っていました。でもその日のことは覚えていません。まだ小さすぎたんでしょうね。その時のことが原因だね。父はよく一緒にジグソーパズルで遊びました。父は実業家でした。いつも経営のことを気にしていましたね。うん。母とは特に仲が良かったわけではありません。けど寂しいのも事実です。ふふふ、母はワインが大好きでした。あはは。怖いな、なんか。本当にどうしてこんなことになってしまったのか。ただの幸せな女の子だったのに。なんで視線恐怖症になったのか。お父さんが死んだ時の、お母さんは交通事故って言ってたけど、その時のことが、おそらく原因なんだろうね。そう。優しいクマさんがいるよ。癒される。すごい癒される。あ、拾える。ここに写真が貼り付けられていくのか?よくわからんけど。おぉ。サービスシーン。かわいいね。なんかお母さんがちょっと怪しいなって、俺の中のさっきの文を見た限り思いましたね。なんか字幕がね、下の方小さいので、ちょっと全文ね、しっかり、英語の方は流れてるけど、英語の音声流れてるけど、ちょっと読むことにしましょう。スマホとかだったらもう小さくて見えないからね。特になんもないかな。あ!さっきあった?これ。なんだこれ。あ!熊と少女だ。お茶会をした。とっても暑い日だった。喉が渇いたのを覚えている。ああ、小さい頃は、このクマさんがパートナーだったんだね。トイストーリー3かな?あ!やっぱあそこだ。記憶を並び替える。さあ、家の中には?あ!ここ入れる。室内じゃん。うわあ、さすが。壁紙のセンスはあんま良くないな。これは落ち着かんぞ、この壁紙は。目チカチカするし。ちゃんと払ったの?努力はした?いつから滞納してるの?問題ない。どうして?どうして払えないのよ?払うさ、あなたのせいよ。だったらお前が払え。なんかめっちゃお父さんとお母さんが喧嘩してんのか?なんかお金の関係で、やっぱ揉めてるんだな。おー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 。あ、いたいた。
すげえ、なんかお金揉めてる割にはさ、すごいお金持ちの家に見えるけどね。これなんだこれ。ラジオ空調か？なんかつけれたりはしない。これはあれかね？依頼人の幼い頃に描いた絵だったりするのでしょうか？すげえ金持ちだけどな。拾えないな。特に何もないな。趣味悪いな。これは趣味悪いな。ね、いくらくれるって言っても、これはいらないわ。チェスをやったりとかしていると。特に何もないね。出ましょう。他にもまだ部屋あるし。あ、閉まっただけか。お願い事はパパにして。パパに言いなさい。今シャワー中よ。お願い事はパパにして。シャワーしてんの？シャワーしてるんですか？パパ？もう仕方ないな。パパいる？お？優雅な BGM が鳴ってるけど。写真、なんかちょっと視点が低いね、やっぱり。少女の記憶だから視点がちょっと低くなってんのかな、これ。どっから音流れてんだ、これ。ブレッ。これか。パパいないよ。パパいない。 じゃあ仕方ない。こっちか。お！すげえ。階段だけの部屋だ。急じゃない？すげえ怖。転げ落ちりそうなぐらいの大階段だな。お！何やらおかしいぞ。この部屋はパパの書斎というところかな。電気を消してもう寝ましょうね。ん？なんだこれ。なんか体が重くなって、お？パストデュー。なんだ？最速状みたいな感じ？すげえ。なんかパストデューだらけだ。で、ここに行って。なんて書いてあるの？闇を見たくば光を奪えって書いてありますね。闇を見たくば光を奪えって書いてあるってことは、消す。ああ！これもなんか血だ。この家で何かあったんだな。交通事故とお母さんは言っていたけど、実際は何かがこの家であったんだ。揉めてお母さんが殺したのかな。で、そのシーンを実は見ていたっていう。これ運べるね。なるほどなるほど。これ全部集めるんだな。そうすると何かが起こるかもしれない。おお、ちょちょちょ、これを運んで。何があったんだ、ここの家で。奥。あと一個どっかに。わあ、なんか怖いね。なんか前回よりリアルだな、全体的に。なんか見にくいね。あったあった。あの金庫の中になんかあったりする。なんだこれ。ここに叩きつけられたのかな。行きましょう。あ、いた！あ、写真来た。ママの好きな飲み物は大人のぶどうジュース。変な匂いがする。まあ、ワインだよな。ママワイン好きって冒頭にも言っていましたからね。さて、ここはもう調べられない。金庫を動かせる。上、愛、金、マネー、ラブ、悲しみ。お茶で合わせてみる？なんか視点が定まらないんだ。なんでなんだろう、これ。こういうもんなのかな。T にしたら開かない？開かないなぁ。なんかどっか見たらわかるとかないかな。
ここも開きませんね。ユースプリースパイレット、なんだこれ。多分あそこの金庫を開けなきゃいけないんだろうな。わかった、これほら、牛だからミルクで、これ多分銃のなんか許可証なのかな、ガンって書いてある。で多分これはソロ悲しみじゃない、だからこの3つがヒントになってたんだな、これ。ミルク、ガン、それで、ソロ。来た!イェーイ!謎解き!これお父さんかな?パパとお手紙。郵便屋さんが新しいお手紙持ってくる。パパ遊んでくれなかった。いやー、これ借金のなんか催促状とか、そういう悲しい系の、ね、辛いなんか、辛いものを知らせる手紙だとは思うんだけど、うおーこれは、これはやばいな。こんな家じゃなかったよ、俺が来た時は。ここには住みたくないっすな。わー、すげー。これはあれだね、だいぶ変わった建築家が建てたと思えるあれだね、建造物というかアトラクションとしてはすごい。うわあ、手紙じゃない、写真ある。拾う。パパが仕事に行くとき、ママはいつもさよならのバイバイをしてた。パパが仕事に行くとき、ママはいつもさよならのバイバイをしてた。え、なになに、怖い怖い怖い、なんかあんのか。おー、三人家族なんだろうな。ここは?あ、いた!うわー!うわー、虫が!いやいや、牛乳!俺の知ってる牛乳の色じゃねえよ!うわー!ホワイト、アスボーン。あ、すげえ。え?なんだこれ?あ、あー、なんかあるぞこれ。ホワイトをなんかに変えれんだな。あ、待て、下に何気に跡があるというか、ほらダブルのダブルがあったであろう場所、ほらん、これも A があったであろう場所じゃない。で S はもう虫の音邪魔。S ここ、あー、ちょっと待ってした。 S ここか、 N があったであろう場所、どれだろう。まあ、とりあえず埋めていくか。E はこれでしょ、これなんだろうな。 B、 あ、 B じゃないのかこれ。バ、 I かこれ。これはこれなんだろう、これ H かな。 H これ下か、おかしいな。これ N、 N ここか、ちょっと見えないんだよな。バイヘなんか違う気がするな。ちょっと一回ここで止めといて、他にヒントがないかを探ってみましょう。ラジオも抜けてる。さっきいい感じの音楽が。ブレッド。ブレッド行きたいな。虫邪魔やな。窓も割れてたりとか。あ、写真ある。ほい。パパは交通事故で死んじゃったってママ言ってた。とっても悲しそうだった。その話はしちゃダメになった。いやいや、交通事故で死んだにしては、この家の様子おかしくないですか?うわあ!めっちゃ包丁!ダイナミック収納してる。こんな収納方法があったとは。こんな包丁いらないだろう。一家に2個ありゃいいだろう。ここ並び直せるんだと思うんだよな。とりあえずさ、
これは下的には合ってると思うんだけど、ここだけはもうないんだよな。とりあえず適当に当てはめてみるか。ここの、この O と E 以外は、おそらく下はこれで合ってると思うんだよ。ああ、あ、バスインウォーズって書いてあったの。待って。バスインウォーズ。なんだろう。後でちょっと、エキサイト翻訳して載せてみるか。どんだけ牛乳好きなんだよ。あれなのかな、牛乳農家なのかな。え、やばなんか動いてる。ミルクなら自分で取りに行きなさい。すげえ、お母さんが超怒ってる。怖え。おらおらボクサーボクサー。おおおお、動いてるし。これ何なんだよこれ。あ、牛乳こぼれてる。え、何なんだよこれ。どっかにあんのか。動いてるし、どっかに写真ないっすか。わー、動いてる。うわー、ちょっと通してください。すいません、ごめんなさい。中になんか牛さんとか入ってるか知んないですけど、通してください。結構広いね。なんか酪農家というか、そういう酪農とかをやっている家なのかね。写真ねえなあ。ちょっとどいて。とりあえずひたすら奥に行けるとこまで進んでいったら、うわあ！すげえ、何がぶら下げられてんだよこれ。こん中の一つお父さんだろ。写真これ、血があって、写真、そして牛乳。お家にママとパパはいなかった。とっても寂しかった。何があんだこれ。で、この後は？あ！なくなった！うわぁ！すげぇ！なんだこれ！サンドバッグまみれじゃん。しかも中入ってるし。今んとこ謎解きはギリギリいけるって言ったとこだけど。わぁ、また虫が。で、ここに帰ってきたわけか。じゃ、もうこれ出ていいのかな？おい。なんか景色が変わってそうで嫌なんだよ。あ！あ！見れよかったー。もう遅いよこれ。バスインウォーズ。何これ。バスを、何、お風呂場は戦争みたいな。お母さん、なんか洗ってんじゃないのこれ。血を洗ってるみたいな。このクソババア。なんだこいつ。あ、まだ喧嘩してるね。ちゃんと払ったの、努力はしたって、いつから滞納してるのみたいな。お、写真か。なに、あ、やべ、ここの部屋ダメなんだ。そういうことじゃない、ダメージだよこれ。ここは患者の中では、なんて言うんだろう。なんか超トラウマ度が、闇が深い場所なんだな、きっと。今の感じのやつは、お菓子の家の針が刺さった時のダメージ判定っぽいもんな。お、拾えた。一回戻りましょうね。戻りますから。戻れてる。どこ。あ、戻った。オッケー。闇大丈夫？パズルを拾うのかこれ。暗いすぎないうちに。あ。よし。ちょ、待ってね。あそこの奥にちょっと一個あるよね。ちょっと待ってね。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ちょっと、我慢。お？食らわなくなった。あー、ダメだ。はい。ごめんなさい。オッケー。これオッケーでしょ、これ。もう出ましたよね。これ待って。パズル。いや、無理。何をそんなに。ない。そんなに。なんか見ちゃいけないものでもあんの？どこを見たらダメージ受けてんだ、これ。はい。外出ますよ。はいはい。
ごめんなさい、ごめんなさい。外出るのか？ああ、でも外出たら終わっちゃうな、多分。ここは難しいな。食らってる時にダメージ負っちゃうのか？何を見たらダメージ受けてんだ？お前じゃない！何？なんかあったの？あ、でも、半分折り返しては過ぎてる。ちょっとこのクマさん、このクマさん持ってった方がいいんじゃない？ね、心健やかになるでしょう。なんなんだろう。なんでダメージを負ってるのかがわかんないな。ここダメージ部屋？どこを見ちゃダメなんだろう。ずっと下向いてたら確かに大丈夫だな。ここを見てたら？牛動いてない？何を見てた、見ちゃダメなんだ。なんか見ちゃダメなんだな。なんか見ちゃダメなんだな。何を見て発狂してんだろう。待って、パズル。はい。ちょっと落ち着いてパズルやらせて。これどうなってんだ、これ。とりあえず端っこのピースだよね。これ、向きはもう、あれか。決まってる感じかな。ほい。で、とりあえずこれで、あ、簡単だね、これ。で、これか。何の枝？未だわからん。おい。ん？家族の、家族か、これ。え？もうなんか変わってってるんだ。ほい。なんだこれ。あ、教会は嫌いですって言ってたから、教会かな、これ。あ、なんだこれ。何かが表してそうだけど。あ、来た！ミルクを注ごうとした。でもこぼしちゃった。それがなんか腐ってたよな、さっき。なんかあんのかな？ここで何にダメージを負っていたかがすげえ気になる。さて、もうそろそろね、全部の部屋回ったから。あ、シャワー室。お母さん、そろそろシャワーね。いいんじゃないですか。ふやけちゃいますよ。はーい。パパもういないんだよ。じゃあ帰るか。なんか別の場所空いてるとかない？弓たら家やべえな。ワンワンを。とりあえずあと3枚だ。言うてもラスト近いぞ。なんか行ける場所増えてない？あ、なんだあれ。そうか、カーとか、カーのワードあったぐらいだから、車がちょっと関係してたりすんのかな。